フェイスブック日本を投資詐欺広告で挑発し大炎上フェイスブックが日本においていわゆる投資詐欺広告を表示して金儲けしその結果多額の被害が生じている問題で10日にフェイスブックが神戸地方裁判所に対し日本の法律上投資広告の真実性を確認する義務はなく被害との因果関係もない などとの答弁書を提出してしまい、批判が殺到し、大炎上してしまっております。こちら、まず金融庁は、金商法に違反しているとして、広告自体を違法とする方針でございますし、まあ、そもそも詐欺でございますので、東側が Facebook が投資詐欺広告を表示して勧誘していると主張することすら可能でございます。まあ、例えば、判例を見ますと、 投資詐欺広告に正式に契約して出演していた芸能人に対する損害賠償請求が認められておりますので Facebook 側の主張はかなり無理があるものと思われますが、まあ、少なくとも Facebook は民法上の責任を追及されることになるでしょうまた投資詐欺広告が刑事事件化した場合当然 Facebook にも捜査の手は 及ぶものと思われますがさらにフェイスブック側がこのような形で逆ギレし自主的に対策を講じないのであれば実情、フェイスブックを対象とした法整備も必要となるでしょう現状、たった3か月間で200億円以上の被害が生じてしまっておりますのでフェイスブックを狙い撃ちする立法事実は十二分にございます。 まず司法にはフェイスブックに対して厳しく対処していただき、さらに政府や国会には法整備を検討していただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました